キさんも大軍、俺たちも大軍、とんでもねえ規模の戦いになりそうだな。メイシ様、ダラルの王よ、何故戦いを望む？古の予言に従い、我らが築いてきた千年の平和を何故乱すのだ？宗主国ゼビオンの王として命ずる。今すぐに武器を収め、己の国へ戻るのじゃ。やれ！メイシ様、もはや止める手立てはないようじゃな。この関門を突破されればクレティアの国土が侵されてしまう。何としてもここで奴らを追い返さなくては。クレティアの兵たちよ、全力でかかるのだ。やるしかないのか。本当に始まってしまうのね。世界を二分する大戦争が。さあ行こう。世界を沸かすのではない、再び一つとするために戦うのだ。そうね、そう考えれば思いっきりやれるってもんよ。みんなであいつら追い返してやろうぜ。じわじわたぎってきたぜ。あなたって本当いつもそればっかりね。でも今は私も同感。そう来なくちゃな。我らも突撃せよ。よし、いざ。
だまだ後ろに控えてるみたいだな。オレンカは中央を、クレティアは西を、ジャイワールは東を進むのじゃ。お任せください。我らは中央の戦線を押し上げるぞ。来た、行くぜ。リガーブレイク。受けたまま。クレティアの戦
精鋭たちよ、わらわに続け、西の道を進むのだ。俺の勝ちだ。ジャック、俺は遊撃部隊として動く。東はお前の指揮に任せろ。お任せよ。私たちは遊撃部隊だ。周りの状況に注意しながら戦うよ。Thank you.
リガーブレイク。Thank you.
腹減ったぞ。ここまで来たんです。さあもう一踏ん張りですよ。おお、来てくれたか。恩に切るぞ。
勝機と見た。我らも進軍するのじゃ。規模の戦いじゃ、魔物の扉を大量に用意しておった。ここが勝負どころだな。いや、力の限り進むのだ。リガブレイク。敵の増援もそろそろ終わりじゃないか。一気にやっつけてやるぜ。どう暴れしますかな。とっておきをお見せしましょう。人はふん、これとっとどんなもんです。仕方ないわね。もう怒ったわよ。